大会これプレッシャーかかりますよね、蹴る人にね。ヒッターは23歳札幌出身の進藤亮介です、決めて同点。もし外せば川崎フロンターレの初優勝になります、若い選手次から次出てきますからね。進藤対ベテラン新井ですね。PK だけのことを言えば、やっぱりこうやってずらそうとしてこう、合ってしまうとどうしようもないっていうのはあるんですけどもね。いやただね、本当にこのゲーム、そうですね、この最後の最後までペナルティもう1人少ない状況、そしてそれはそうですけど劣勢まで行きました、そこからの優勝です、そうですよね。ですから、ペナルティも含めてね、これは本当にわからない。本当にね、名古屋チーム本当によくやったと思いますよ、そしてね、初のルヴァンカップのファイナルを、初のタイトルをかけて戦った札幌も、ルヴァンカップ初制覇、小林優先生、これピッチングタイムです、坂主アナウンサーです。率直に今のお気持ちどうですか？いや本当にカップ戦タイトル取れないでずっと来たんで、今日も本当に最後までどうなるか分からなかったんですけど、こんな大きな